はい、では今からですね、この、港周辺とですね、商店街を練り歩くですね、ぶらり散歩旅っていうツアーを始めたいと思います。では一番最初はこちらなので、どうぞ来てください。はい、では一番最初はこちらです。こちらですね、出雲大社の西郷部院になりますね。明治20年に島民の要望に応えまして、こちらに創建されました。でここはですね、大国主の御事のですね、分身分霊を祀られておりますので、大国主本人様なので、ここでもあの縁結びの神様のご利益をいただけます。でどうぞ中へ入ってください。で、出雲大社なので、参拝するときは二礼四拍手の一礼になるんですね。でここにはですね、珍しいものが2つあるんですね。まず1つ目はこちらのですね、石灯籠です。これがですね、北前船、桂はですね、江戸の半ばから明治30年ぐらいまでのですね、北前船っていうのがこの沖ノ島に旅行地になってまして、そこの商人さんたちと、沖ノ島の商人さんたちと一緒に作ったものです。で、これはですね、高さ5メーターぐらいあるんですけど、実は夕方になると火を灯して滑車でガラガラ開けていくと灯台の代わりになっているんですね。なのでここから先、今すべて建物ありますけど、当時はここの灯籠が一番先端です。でこれを目印にして北前船が来てました。でもう一個はですね、こちらにあります、この石ですね。これではですね、沖片麻岩という石です。でこれができたのが今から2億5000万年前です。で日本最古の石の一つなんですね。でこうやって見ることができるのは沖ノ島と岐阜県の飛騨地方のみなんです。あとは全て日本の土台の中に入っているものなんですね。で中にですね、ちょっと白っぽいところ入ってますけど、これ石英というもので、これが透明になると水晶になるんですね。なので沖ノ島には水晶の岩壁っていうのが存在しております。よろしかったら皆さん触っていってくださいね。はい、はい、では次いきます。ここに居酒屋の飲み食いハウスのドジさんっていうのがありますからね。はい、ここは結構鉄板料理とかが結構美味しいところです。でこの近辺はですね、飲み屋さんがたくさんあるんですが、これはもう本当に北前船が来た頃からずっとこの辺りには飲み屋さんがたくさんあったと言われています。こちら昭和のメインストリートだった場所です。昭和の40年ぐらいまではですね、ここが政治の中心となっていまして、一番にぎやかだったと、一番の繁華街ですね。この地がですね、沖騒動勃発地というところですね。沖最大の事件があった場所です。これ幕末の頃に起こった事件なんですね。当時松江藩が独占してたんですけど、その圧政にですね、苦しんだ沖ノ島の島民3000人が決起しまして、ここに押し寄せてきて追い出したという事件があったんですね。その後短命ではありましたけども、80日間という短い時間の中でですね、パリコミューンより3年も早く自治政府を樹立したということで、ここに記念碑として建てられております。でここに行く鍋国さんという店があるんですけど、昭和42年にですね、実は天皇陛下がね、皇太子時代に訪れまして、ここでご飯を食べてます。ここの焼き飯茶漬けというものが美味しくて、2回もおかわりしたという逸話が残っていますね。味の蔵というね、お食事どころありますけど、実はこの辺りに昔山本旅館という旅館がありました。でこれ実はですね、江戸時代から続いている老舗旅館だったんですが、明治25年に実はね、ラフカディオハンこと小泉八雲さんが実は沖ノ島に訪れまして、ここで泊まっています。で当時のね、珍しかったのはですね、8月ぐらいに来てるんですけど、案内された部屋っていうのがすごく涼しい風が入ってきて気持ちよかった。あと料理がすごく美味しかったと言われています。で先ほどのね、小泉八雲さんとかのね、話をね、より詳しく調べたいっていう時はぜひ後ろ側のね、沖堂さん本屋さんがありますけど、あそこで。こちらね、こちらから有野橋の商店街に入りますけども、こちらまず八番館さん、こちらのですね、ちょっと今日はないですけど、中にね、シュークリームがあるんですけど、このシュークリームが沖ノ島で一番売れているというシュークリームです。かなり評判なので、皆さん来られた時にはぜひ食べてください。ここに1個ね、吉井っていう吉井商店っていうね、おもちゃ屋さんがあるんですけど、実はここでは観光総裁のこともやってるっていうね。
珍しい店です。ちなみにね、ここら辺落ちてる石が全部大きいヘンマガンの石です。なのでここの辺り全部の石が全部2億5000万年前っていうのがあります。でここに一個三崎神社という、ね、神社がありますけども、ちょっとお人がいるんですけどね、ここは鳥居が一つに対して実は社が三つあるというね、ちょっと不思議な神社の一つであります。で三崎神社、天照大神 の神様を祀られておりますので、当時はですね、この前の方がずっと参道になってまして、昔は船からね、参拝者が来てここにお参りしていました。なので大体夕方ぐらいになると皆さん船に乗ってここまでやってきて拝んでいたと言われています。じゃあこちらのお店がですね、藤原金物店さん。実はですね、ここの初代の亭主ので、ね、金一さんというとか、かなり道徳の方でね、有名な方です。これからずっと後で行くんですけど、結構沖ノ島では有名な橋をね、作られているっていうものなんですね。ここのパン屋はですね、沖ノ島でなかなか美味しいっていう評判のパン屋さんです。まあ今日はちょっとお休みなんで仕方ないんですが、今現在ね、こうやって街の中にガソリンスタンドがあるってなかなかないと思います。これ結構珍しいらしいですね。まあ、1階は商店街ですね、石谷商店で、2階は民宿やられてるって結構珍しい建物です。ここのですね、毛利酒屋店っていうところありますけども、ここではですね、利き酒したりですね、仕込み水っていうお酒のね、できる前のお水をいただけるんですけどね、今日はちょっとお休みです。でこちらはですね、岡田修月堂さんっていうね、お店なんですけど、こちらの岡淵が結構大きい島では有名なところなので、今からちょっと中の方に入っていきたいと思います。いらっしゃいませ。でこちらがですね、修月堂さんの看板娘さんでありますね、はい、元看板娘はい、うちの、はい、素材もなんかなんですけども、はい、よ今一番お土産で出てるお菓子です。で、このままでもちろん食べるのも美味しいんですけど、お家でご自宅で食べられる場合、オーブントースターで 2,3 分ちょっと炙っていただくと、外の中がパリッとして中のお餅とあんこがとろっとして美味しいですので、ぜひお試しください。ここにですね、福かっぱ大明神様というね、かっぱの神様が備えられています。でここ毎月ですね、3がつく日にですね、きれいなお水と給料を備えて御カッパよそわかと唱えると、商売繁盛のご利益をいただけると言われている場所です。次はですね、こちらが京宮分店さんいまして、ね、昔お茶屋さんだったんですけど、今はですね、中でいろんなもの売ってるんで、ちょっと寄っていきます。こちらがですね、京宮分店さんの店長でございます。こちらいらっしゃいます。こんにちはじゃないな、いらっしゃいませ。なんか PR をしたいやつを PR? うち の, 販売担当、広報担当がいます。こんにちは広報担当です。なんか沖ノ島で作られてるですね、蜂蜜で作られてるハンドクリームってね、口の中に入れても全然大丈夫だって言われてるので、沖の黒松を使ってこういう沖の黒松をこの木の紙にしてこういう人形を作っておられて、でこれ今島根県立美術館となぜかうちに行ってるんですよ。これもすごく人気です。
この橋のですね、真ん中から向こう側がですね、港町といいましてね、あの漁師さんたちの町なんですね。なのでここからの風景見ていただくと分かるようにですね、たくさんの船が並んでおります。でまた逆に左側を見ていただくんですけど、まあ、こっちの船はね、だいたい横付けになったりとか、あの桟橋とかが結構あるんですけど、もともとここ問屋さんの町なので、先ほど歩いてきたようにあの店屋さんがたくさんあるわけなんですね。ここにですね、あの橋が1個あるんですけど、こちら藍の橋という橋になります。あの先ほどここ来る途中にですね、藤原金物店さんを紹介してましたけど、そこの初代の店主のですね、金一さんが子供たちのために作った橋になりますね。で、あの金一さんは当時珍しかったのがクリスチャンの方だったので、聖書の汝隣人を愛せよというね、一節から藍の橋というの名前をつけてここに建てたと言われています。でちなみに初代と2番目の橋はね、洪水で流されちゃいましてね、ここにあるのは3代目の橋となっております。この写真が初代の写真ですね。ここにですね、マルキョー鮮魚船、まあ、ここもお魚屋さんなんですけど、今日はちょっとお休みなんですね。ここにね、神社が一つあるんですけど、こちらね、水素と書いて御親神社と言います。で水の神様でありますので、水はのめの御事様を祀られているところです。で水の御利益があるので、漁師さんからたくさんの信仰を受けてるんですね。なのでここの近辺の漁師さんは必ずここで水の神様にお参りしてから漁に出ております。でここの橋ね、面白いんですけど、本来はですね、御親神社ので御親橋にならないといけないんですけど、天神橋となっている。さてこれは何でだろうっていうのがありまして、実はね、あの向こう側にもう一個鳥居があるんですね。向こうの鳥居がですね、天神天満宮菅原の道真公を祀られておりますので、向こうの天神さんとね、学問の神様の名前の方が有名なので、皆さんがですね、御親神社と言わなくて、ここを天神さんで呼んじゃったっていうのが原因で、ここが天神橋となっております。では次、この辺りはあの飲み屋さんがたくさんあるというわけで、ここに居酒屋さんがあったり、あの飲み屋さんがたくさん密集している場所です。あとこちらですね、あの沖では珍しいですね、 DJ バーになってますね、ゆらゆらっていうところです。ここ結構ね、あの沖ノ島の若い子たちがたくさんここに来て、あの中入ってにぎわっております。今ここにね、朝日生命さんという建物ありますけど、実はここね、昭和の最初の頃にはですね、このようにオリエンタル劇場というね、あの沖ノ島で唯一の映画館があった場所なので、これにちなんでこの辺りをオリエンタル横丁と呼んで、一番にぎわっていたと言われています。でここ最後になりますけども、こちらですね、沖野重三節をですね、記念して作られたですね、記念碑となっております。もともと沖野の民謡というのはね、北前船の船頭さんたちによって北の方からも持ってこられているというわけなんですね。でここにはですね、茂さんの語源である出家様を讃える法話が元歌だと言われているので、まあ、これがですね、沖で歌い継がれていくうちにだん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 なまっていきまして、茂さんが、あの出家から茂さん変わって、そして茂さんに変わったと言われています。ここでですね、一周も終わってきたので、ここで終わりと、あの終わりとなります。はい、ありがとうございました。